タイラー公演タイラー公演は、アメリカ合衆国の経済学者、研究者、ライター。ジョージ・メイソン大学の経済学教授として、ホルバート・シー・ハリス・チェアの座についており、アレックス・タバロックと共にブログサイト、マージナル・レボリューションを運営している。現在、ニューヨーク・タイムズにエコノミックスシーンを連載しており、ザ・ニュー・リパブリックや、ザ・ウィルソン・コータリーなどの雑誌にも寄稿している。 ジョージ・メイソン大学のマーケイティスセンターの総合所長でもある。2011年2月に在庫ノミストが実施したアンケートにおいて過去10年間で最も影響力のある経済学者の一人としてノミネートされるとともにあらゆるものに市場が存在することを見出した業績を称えて2011年のフォーリン・ポリシー氏が選ぶ世界の思想家トップ100にランクインを果たしている。 1983年にジョージ・メイソン大学を卒業し、1987年にハーバード大学で経済学の PhD を取得した。ハーバード大学では2005年にノーベル経済学賞を受賞したゲーム理論家でハーバード大学の教授であるトーマス・シェディングに指導を受けた。 http://www.economist.com/.blogs/.frexchange/.2011/.02/.economics1&fsrc= e nwl.http コロンスラッシュスラッシュ www.forignpolicy.com e スラッシュアーティクルズスラッシュ2011スラッシュ11スラッシュ28スラッシュザトップ100グローバルシンカーズページイコール 044http www. ケニルアースチェスクラブ org, ケニルアースイアン ,2006,09, インタビューウィズフォーマーアインエストニュー ,html.http ハットコロンスラッシュスラッシュ njscf.org スラッシュページ id イコール84ありがとうございます。